陽気日と申します。最近読んだ本紹介、最近4冊の本を読んで、2冊2冊で上下巻もないから紹介していくんやけど、まず、1、2冊目が、辻村深月様の冷たい校舎の時が止まるっていう、辻村さんのデビュー作を読んだの。どんな話かっていうと、高校生8人がすごい雪の日登校すんねんけど、登校したら、ストーブがついてんねんけど、その8人以外に誰も教室に入ってこうへんくて、で他のクラス見ても生徒がおらんし、職員室に行っても電気はついてるのに誰もおらへんって。その生徒会に入ってる子とか、あとはそのクラス委員の子とかもおるから、まずそういう子に連絡が回るはずやから、休校ではないし、しかもまあ電気もストーブもついてるから、なんかおかしいなっていう人になったんやけど、まあ、でももう誰もおらんし帰るかって、帰ろうとしたらドアが開かへんと、なんでやーってなったんや。ところで時計が5時53分で止まってるっていうことに気づく。でそこで10月の学園祭で自殺した生徒がおったっていうことを急に思い出して、でその生徒がこの8人の中にいるんじゃないかってなって、でそれが誰かっていうお話なんか高校生っぽいなと思った。なんていうか、その心情がリアルというか、ああこういう子おるなっていう風になるし、その8人全員を掘り下げていくんやけど、割とみんな好きになるんじゃないかなと。自殺した人が誰なのかっていうのは、私は割とすぐに分かったかな。なんかそこがメインじゃないのかなっていう気はした。っていうか、その高校生の悩みとか葛藤とか、その辺がメインなんかなって。でそこに追加要素としてミステリー的なところがあるんかなって。同じ辻村さんの作品の鏡の古城とかもそんな感じやったから、そういうのが得意な人なんかなって。私はみつるくんっていう子がおんねんけど、その子がなんかこうリアルというかなんか、おりそうやし、なんか自分にもちょっと似た部分があるなとか思って、結構好き。まあ、でもみんな好きになると思う、どのキャラも。メインの8人はみんな好きになるんじゃないかなと。でもちょっと長いな各自の掘り下げるのはいいんやけど、その閉じ込められて、ああどうしようどうしようってなってるところがちょっと長いかな。辻村さんの作品は他にもなんか気になるのあるから、これから読みたいなと。とりあえず気になってんのはスローハイツの神様かな。でこれも上下巻ものかな。で、3、4冊目アンソニー・ホロウィッツ様のカササギ殺人事件上下巻。話かっていうとね、上巻はそのある村でお屋敷の家政婦さんが階段から転落して死んじゃうのよ。でもそのお屋敷には鍵がかかっとったんよ。でもその家政婦さんの息子さんがその家政婦と結構激しい口論をしとったのを村の人に目撃されとって、なんかその息子が殺したんじゃないかっていう噂が立って、その息子の恋人が有名な探偵にその噂になってるから、その噂が嘘やっていうことを村の人たちに証明してほしいみたいな感じで依頼に行くに。でもまあ探偵はそんな噂ごときでちょっと動かれへんと、そんな気にせんかったらええやないかっていうことで、依頼は受けへんねんけど、そのお屋敷で
今度はそのお屋敷の主人が亡くなっちゃう、その主人が亡くなったことによってそのニュースを見た探偵が同じ屋敷でこんなに短いスパンで人が死ぬっていうのはおかしいなっていうことで村に行くんやけど、村に行って事件を解決するっていうのが上巻で、下巻はその上巻の話が、アランっていう小説家のお話なんよ。だから小説家の小説が上巻って感じで、その下巻ではその上巻をのカササギ殺人事件はその小説の名前やねんけど、その上巻のカササギ殺人事件を書いたアランっていう作者さんが死んじゃうと、なんで死んだんかっていうのを突き止めるのが下巻で、もその上巻の小説の中のお話が完結してなくて、これから謎解きやぞっていうところで原稿が終わってね、でその原稿を読んだそのアランの担当の編集者がアランの死の真相と、その原稿を探すっていうのが下巻で、その下巻であのアランの死の謎と上巻の小説の中のお話も一気に解決するっていう感じやねんけど、二重構造というか謎が2つあるから、その上巻の謎もずっと頭にあって、でそっからまた新しいなんかこう謎が出てくるっていうのが面白かった。謎としては私はあの上巻の謎、村で起こった2つの事件の方が私的には面白かったかなと。普通に話すとしては面白かったし、でもただ一点ちょっと海外作品やからっていうのもあるけど、あの人物名が覚えにくいのかなって。でも結構頻繁に同じ名前が出てくるからだんだん分かってくると思うけれど、最初はそこの読みにくさっていうのがあるのかなと。初めてアントニー・ホロヴィッツ様の作品も読んだんやけど面白かったから他の作品も読みたいなと。海外作品ってあんまりこう手を出してこなくて、っていうのもなんか国内の作品もにもなんかこう読みたいのがあるのに、海外作品に手を出していいのかみたいなのが自分の中であってんけど、まあいっかと思って読んでみたら、まあ、面白かったし、他にも気になる海外ミステリーが結構あるから、それも読んでいこうかなと。はい、以上。